吉野さん、私はね、格差をごまかさないですよ。格差は確かにあると思うし、格差があるからこそ私はね、その格差の階段を登ることができるチャンスだと思いますね。だって現実に億万長者がいるわけですよ。そして残念ながら金銭的に苦しい人がいるわけですよ。となると取る方法っていうのは決まっていて、自分がもしね、金銭的に少ないのが嫌だったら、格差の階段を登るためにやることを決めてやるわけですよ。で、低所得でもいいんだったら、それはそれでそのルートがありますから、稼ぐことなく使うを繰り返せばいいと思うんですよね。で、他にも方法があって、シンデレラじゃないですけども、やっぱりね、仮に物を言わせてってところはあると思います。やっぱ金銭的に苦しいご家庭があったら、そこの、ね、娘さんと、もしくね、恋愛関係になったら、ああ、自分の出番だって思えるじゃないですか。で、別にね、そういうふうに、例えば女の子がお金がないと、だから俺が稼いで女の子の分まで面倒見るぜっていうのは、これは男らしい姿だと思いますよ。だからそれに対して女の子が魅力を感じてくれるっていうのは、それは変なことですかね。金に物を言わせてって言いますけども、じゃあ金稼いでみろって話になるんですよ。例えばね、体力に物を言わせてね、じゃあ体力つけろって話になるし、で顔のかっこよさに物を言わせてっていうのはありますけども、じゃあかっこよくなれよって話ですよね。つまり格差はあるけども、格差に通じる道っていうのは隠されてないんですよ。今格差が隠されてないっていうとね、冗談みたいですけども、でも今はね、昔と違ってこの格差を埋める手段っていうのは存在して、常に私たちの目の前にあるのかなと思います。つまり格差はチャンス、こういうふうに考えてます。